あのこの線え？どういない？危ない。はい、今日は7月に入ったということで、昆虫をねそろそろ取りたい時期になってきたんで、ここで着替えてよ。これでよくないですか？ダメよ。え、ダメ？あ、じゃあまあ自分が思う虫といえばに着替えましょうか。はい。はい。夏目少年の虫取り探検隊。はい、ということで着替えてきました。はい、行きましょう。足で。いやいや、こういうとこ意外といますか。でもセミの鳴き声はありますからね。セミは捕まえられる可能性が高いです。あのこのセミ、え？これは来たか。捕まえました、捕まえました。はい、何ですか？オンブバッタの赤ちゃんになります。成虫するとメスがオスをおんぶすることからオンブバッタと呼ばれています。よく気づいたね。いや気づきましたね。全然飛ばないですけど、これじゃあもう返します。はい。あれは猫か。あれはあれは昆虫じゃないか。昆虫じゃない。何やってんのそれ。あ、これムメモニサウルスです。いいよその探せよ。探してんのそれで。ねえ。探してます、探してます。こう行くんだ。何やってんの。いました。何？これ蝶々かな。どこ？なんか蝶々にしては汚いですけど。これ蛾かな。なんかこちらコチャバネセセリになります。蝶の仲間でとても小さく羽に白い斑点があるのが特徴です。はい。はい、見つかりました。はい、これゴキブリ。ゴキブリではない。なんか見つけました。なんだろう。なんだろう。まあなんか人気のない虫だね。名付けて。まあ矢口真理みたいな。あ、なんか飛んできましたよ。こちらはヤツメカミキリ。カミキリムシの仲間で背中に8つの斑点があることからヤツメカミキリと言われます。はい、どんどん見つかるね。どう？危ない。あ、来ました。トンボです。これ出していいのかわかんないからゆっくり撮ってますけど。こちら塩辛トンボ。トンボの仲間で名前の由来は白色の姿が塩辛昆布に似ているからとされています。はい、これが。うん。おお。これ捕まえれるから。ちょっと捕まえてみていいですか。いいよ。これ後ろ捕まえるんだよ。尻尾。尻尾。そう。そうです。あ、違う。いない？いないね。いた？近すぎない？ちょっと水面。いやちょっとえ？ちっちゃいやつ見逃せない。そうだけどそんな目悪かった。ちょっと近すぎない？水面に目が。いやーいないっすね。いない？はい、近すぎた気がするけどな。お、うさぎいた。いた？あ、木の枝でした。最後の最後でこんなやつ。まあ7月、初め、そろそろ昆虫が出てくる時期なんで、皆さんも今日出た昆虫以外にも多分いると思うんで、ぜひ昆虫探し行ってみてください。それではお疲れ様でした。